中田は宮沢りえや柴崎コウとの関係が噂され、結婚についてはなぜ一人しか愛しちゃいけないのと答えた。中田は野菜嫌いで有名で、食べるとジンマシンが出ることがある。そんな中田はうどんに入っている。ネギすらすくって出す徹底ぶり。中田はイタリア時代チームメートから、中田はすぐに腹筋する変な癖があると指摘されていた。中田は引退後旅人となり、この春に立教大学の客員教授に就任した。ナインティナインの岡村が中田の誕生日パーティーに参加したら天井に網が引いて有網の上を外国人が歩いていて引いた。大久保はイタリアのクラブからオファーがあり、中田に契約書類を見せ何が書いてるのか訳してもらった。TOKIO の松岡と中田は仲が良く、きっかけは、まーちゃん紹介するねヒデとカンダウノからの紹介だった。